ゆっくりがお送りするガンオン実況動画。おいミスをやめるんだほう。サイコガンダムのコクピットにいてはいけない。早く戦犯で2ちゃんにさらされるぞ。サイコガンダムはサイコガンダムと違うんだよ。運営は同じ過ちを繰り返す。全くマリサもいますよ。ということで今回は新マップ香港シティじゃなくて後輩都市を連邦で実況していきますよ。中国ガンオンの方が儲かってるからね、仕方ないね。機体の方はマップに合わせてマーク2とイベントで一応金図取れた銃撃マラサイエクストラ設計図でレベ80ができたトットコジムコマー。ハムスターじゃねえよ、モルモットの方な。水路もあるんで突用に水ジム教習も入れときました。モルモットの方は結構でかくて完全草食。ハムスターは雑食でひまわりの種とか昆虫も食うかんな。うんちくどや顔材で実刑食らってください。そんな警報ねえだろ。おお、これが噂のサイコガンか。オブラじゃねえよ、指からビームは出るけど。いやこれ、つか、こんなにでかかったっけ？サイコガンダムって、本来の設定だと全長は40メートル、一般的なモビルスーツは18メートルだから2倍くらいの高さ。いやこれ2倍どころじゃねえぞ。これはサイコガンダムじゃない？サイコガンダムなんだ。まあゲームだから多少はね。しかしこのサイコガンダムは立派な拠点。一応ビーム兵器は無効だが、前線に出ると実弾や格闘であっちゅう間に溶けるボーナスバルーン。そのためこのように初動で B 拠点近くに移動させて20分間じっと隠しておくのがセオリーになりつつあるのですよ。サイコ乗るやつは戦犯。サイコで前出ると連邦負け確定。ジオンスパイが捨てキャラでサイコ乗ってキックされる負の遺産でしかないモバイルアーマー。ベルトオチカがマーク2を神優から取り上げてアムロに乗せようとしたのも納得ですね。うっせいテンパはリックディアスでも乗ってろ。神優そんなこと言ってねえだろ。ベルトオチカの下りいらねえだろ。ゲームの話をしろよ、ズラ帽子。ジゲだよジゲ、私は 100% ナチュラルヘアだよ。ということでサイコガンブムはこの後 B で最後まで待機。いやこれはちょっともったいないんじゃないですかね。運営さん、せっかくプレイヤーが乗れる仕様なのに最高キッパしかできないってのはいかがなものか。アーマーをもっと固くするか、特務エースにした方が良さそうだけどな。サイコガンダム自体は前線に出れば面白くなりそうな予感はあるんじゃないすかね。おっと、初動敵が南から A 突の模様。ここは久々の完全新マップなんでマリサ得意の人を悲しい気持ちにさせるマップ解説やってよ。無茶ぶりにも限度ってもんがあるでしょうよ。じゃあマーク2でシャッガン防衛している様子を何の笑いもなくしばしご覧ください。やるよ。え？やんの？やるよ。そういう打ち合わせだったから一応悲しい感じの解説用意してあるからやるよ。いやマジでやめた方がいいよ。ドンズベリで視聴者みんなブラウザバックしちゃう予感しかしないよ。自転車で日本一周するようなもんだよ。微妙なラインで例えてくんじゃねえよ。自転車で日本一周とか頑張れば結構できそうな予感のチャレンジじゃねえかよ。簡単じゃねえけど。いいからはよやれや。冷静なせかすんじゃねえよ。マジでどうなっても知らねえかんな。大丈夫だって、私もいい具合にフォローすっから。この新マップ後輩都市はご存知ゼータガンダムのニュー香港で、あの4の乗るサイコガンダムと神優のマーク2が戦った名場面を元に設計されたマップ。最終的に4死んじゃいます。え？マジかよ、あんないい子だったのに。中央は数字拠点のある入り組んだビル群で、コンテナも出るんで前線の押し合いが激しい場所。頭が痛いよ神優。大丈夫か、ほう？ほう？俺ファーのとこ帰るけど一人で病院行けるか？ほう？下は長いトンネルが通ってるんでそこからネズミやビコーンパンも行けるかもね。頭が痛いよお兄ちゃん。大丈夫か、ロザミー。ロザミー？俺ちょっとクワトロタイとスタバ行く約束してるからバファリン的なやつ買って飲んだ方がいいと思います。南の水路は中央の水中拠点に繋がってるんで水中機での突もありかもね。ああ、やだなぁ、突行きたくないなぁ。どうしたの？あっがいたん。だってどうせレーダーだらけで突行ってもすぐやられるしさぁ。そっかぁ。あれ？私家出るとき玄関の電気消してきたっけ？いらねえよ。
ちなみにジオン側の Y 拠点は箱型拠点で、戦術支援は爆撃、ミノ、補給機、ビコ、試作核と豊富。頭が痛いよ兄さん。大丈夫かなおや、なおや。さあやろう兄さん。僕たちの時代の幕開けだ。オーバーよ。今日も福ダサいな。兄さんとほぼ同レベルだよ。この後ガンダム X 局の都合で3クールで打ち切り。はい、マリサのシュールすぎる解説でだいぶ視聴者さん減ったけど最後まで実況頑張って。ホーラーだから言ったでしょうがよ。こんなわけわかんねえ設定誰も得しないっつーの。マークプー脅威の粘りで開幕7分でやっと大破空気読めよ。今回はいかん戦場だからね。仕方ないね。お次は初登場の銃撃マラサイで中央キルデスに参加。この機体はガンマリウムイベでもらった300機体だが戦場ではあんま見かけない印象だな。おっとビコ運搬機をチャージフェダーでいただきだ。カフェダー F 型は持ってないのか。特性が射程だったってのと、やっぱサーベルブンブンしたいってのがあるんだよねー。こいつの特徴はチャージマゼラとそこから切り替えなしで撃てるフェダーインライフル。チャージでない通常フェダーでも生え叩きできるのが利点なんすけどね。まあ通常フェダーは威力5000でビーム属性だし、爆発しないんでチャージフェダーと3点ビームあればオケでしょ。いや格闘持たないのが一般的ですけどね。いやこの格闘が銃撃にしてはなかなか悪くない性能。伸びはあんまなくて振り終わりの余韻があるけど、左右の範囲とでの速さは悪くないんじゃないすかね。確かに銃撃にしては当てやすそうな格闘だな。行ったそばから空振りしてやられてますけどね。アレリアーカブリボーン。というわけでモルモットで再び中央ヘリスポーン。そういやモルモットも初登場か。こいつはイベで配られたエクストラ設計図機体で、フルマス強化でレベ80まで行った驚異のコスパ性能。コスト260でもレベル80だとかなり快適な足回りだな。ユニーク武装はこのマゼラのビーム版といった性能の出力強化型ビームガン。まあこいつはコンカスだったんすけどね。改良サベモデが若干遅いもののジムコマと同じ毛さぎリモーションなんで当てやすくていい感じ。固有文字で緊急気筒補助と弾薬回復がついてるのも地味に便利だな。ただし宇宙適性はないんで地上専用なのが惜しいところ。おっとクロディアス2が3つ相変わらずのクソエイムですね。出力限界当たらないんで普段はスプレー持つ方が多いです。そして後ろから草刈りな鳩に切られて終了。前線じわじわ押されてるな。こうなれば水ジムで地上戦に参加も致し方あるまいて、今回は最近使い始めたハープーン持ってきました。おっと、イモ砂は別流。そして安定のオバヒ。そうそう今の嘘ですよ、ゲル J さん。はは、アンカー地獄でじわじわ。そんなわけないじゃないですか、今のは周りに言わされた感覚。バカめ騙されおってアンカードスコンボで砂に乗ったことを後悔するがいい。近距離の砂相手に最低な立ち回りと最低な実況しかしてませんでしたけどね。おい、ちょっと砂何機いるんだ。つう話ですよ。まあどっちみちミサイルでやられてましたけどね。残り4分で北に突尾子でタンデ X はみんなに任せて一人ワイヘ侵入。だがすでに見つかってるみたいだな。だがマーク2はできる子。拡散バズで削って逃げる例のあの作戦。やっべ新マップなのにポッドさんに挨拶してなかったわ。出た出た、いつもの受け狙い。ポッドを壊すときはね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか、救われてなきゃダメなんだ。五郎さん、マークプー逆ギレアームロック。それ以上いけない。よくよく考えるとあれなんでアームロックした？リアルにやるとおまわりさん呼ばれますから。しこれで今回の目的達成だね。いいから突しろよ。拠点突、そういうのもあるのか。残り3分で Y 拠点をしゃぶるマークプーバルカンポットもあるんやで。しかし自分の方にも敵の突ビーコンが出ちまってるみたいだな。これは結構差がついてしまったのだぞ。 X 突に参加した方が良かったのか。 X 後ミリなんだがジオン防衛がかなりしっかりしてるようだな。ここでマークプーあえなく爆散。これは苦しい展開。
最後はサイコガンブムも削られて連邦敗北。みんな頑張ったからね、仕方ないよね。お前がポット壊さずに突ってたら勝ってたんじゃね。そんなわけないでしょうよ、ゲージさん。明らかに一人の突で埋められるようじゃねえでしょうよ、言いがかりでねえか、兄さんの痛みを思い知れ。クロスと兄弟関係ねえだろ。つうことで結果は残念ながら B 負け。何派ともあれ最高の一人中が出なかったのは良かったな。連邦は最高を守るために一人の立派な死を強いられるという判定。だが守りやすい位置に拠点を動かせるってのは利点でもあるからな。現在は近海イベ中なんで低確率で GP アイテムが出るかもね。出たらいいね坊。つうことで皆さんお疲れ様でした。来週はシンデラックスで新たな機体が登場。全機体格闘推しとか珍しいな。両闘システムや新機体特性のコアブレーカーがどうなるか、あとはミッションユニットの値を全ランク一定に均一化。そんなことよりデッキボーナス元に戻してください。ビクトリーボーナスもあるよ。いつもの地味イベね。つうことでシンデラックス回さないけど楽しみにしつつまた次回。ぶっ壊れだったら回すかもね。